の問題になっているのが物価高。あなたの生活、あなたの事業を逼迫させているこの物価高について少し触れてみたいと思います。まずは山本からの5分程度のプレゼンをお聞きいただければと思います。よろしくお願いいたします。れいわ新選組代表山本太郎と申します。物価高といえば、よく、マスコミなんかで取り上げられるときに使われる指標、こちらでございます。消費者物価指数、消費者物価指数、これはですね、総務省なんですよね。で、この消費者物価指数を皆さんと見ていきながら、どれぐらい物価が上がったかってことを確認したいんですけれど、一つ問題があります。問題っていうのは、例えば去年の今頃と今と去年の今頃を比べて物価がどれくらい上がりましたかということを確認してみても、あまり正確にどれくらい物価が上がっているか、あなたの体感とちょっとずれちゃうんですよ。どうしてかっていうと、去年の今頃ももうすでに物価高が始まってるんですね。すでに物価が上がってた去年の今頃と、さらにそこから上がっている今を比べたとしても、何かしらしっくりこないものがある。つまりは何かというと、物価高なんかが始まる前、物価高の前と今を比べてみたら、どれぐらい上昇しているかということをみんなで確認していければというふうに思います。つまりは何か、消費省、総務省の数値を使って、2018年の平均と、そして最近を今年3月と2018年の平均で比べてみる、やっていきますね。都市ガスどれぐらい上がってる？ 15.5% 上がってる。ガソリンは 16.8% 上がってる。灯油は 28.7%、 食料は 17.8% 上がり、コーヒーココア 16.2%、 マーガリンは 19.7% 上がって、国産豚肉は 20.9% 上がった。食パンは 21.9% 上がり、調理カレーは 27.1% 上がって、魚介類は 27.6% 上がってる。ひどい話です。ハンバーガー 29.3、 小麦粉は 33.2、 輸入牛肉は 37.8、 トイレットペーパーは 36.8% 上がって、食用油 46.3% 上がってる。照明器具は 63.2%。 何が言いたいか、軒並み物価上がってんのに賃金は軒並み上がってないんですよ。いやいや、そんなことない。賃上げは確実に自分の、とこに届いていて、物価上昇を上回るぐらいの賃上げがなされていますって方、どれぐらいいらっしゃいます？いていいんですよ。おそらく大きな企業を中心、そういうことですよね。中小企業でも賃上げはなされている、そんなところはあるけれども、物価上昇に伴わない。他にも賃金上げるどころじゃない、そんなところが数多あるんですよ。つまりは何か、今物価が上がってますっていうのには原因があります。その原因は何かっていうと、景気が良くなって物価が上がってるわけじゃないんですよ。輸入物価、外から入ってくるものが、エネルギー、食料、さまざま上がっちゃってるっていう時に、今の国のような放置プレイ、事実上何もしないような状況が続くと、潰されるのは生活者なんですよ。潰されるのは事業者なんですよ。じゃあ何をすべきかってことを考えたら、ものすごくシンプルな話なんです。物価上がってるけど下がるような効果を持つ政策を打つしかないんですね。物価高で苦しんでいるあなたの生活を支えるために、減税、あなたの使えるお金を増やす、社会保険料の減免、あなたの使えるお金を増やす、悪い物価高が収まるまでの間給付金を出す、あなたの使えるお金を増やす、この局面ではこれが当たり前にやられなきゃいけない経済政策なんです。どうしてか、日本は物価高で苦しんでるわけじゃないんですよ。その前にもコロナでも苦しんでる。その前には30年の不況、先進国唯一日本だけ、30年の不況にコロナ、そして物価高という三重苦によって大変な状況になっているっていうことを政治が認識しなきゃダメなんですよ。さっさと減税求めるって当たり前のことなんです。今自民党がやっているバッタモンみたいな減税じゃダメなんです。たった1回3、4万円程度、こんなことじゃ全く機能しない、今の状況打開できない。まずは消費税、少なくとも減税、私たちは廃止を求めてますけれども、そのようなことをやっていかなきゃいけないってことをちょっと簡単に説明いたします。じゃあ30年日本が不況と言った、
その30年不況という状況の中で何が起こるかってことはこちらです。賃金安いね。この賃金世界で見てみると1997年左側から2022年の間に右肩上がりで賃金が上がっているのはイギリス、ドイツ、フランス、カナダ、アメリカ。30年の間に賃金上がるのは先進国の中で当たり前なんですね。こちらご覧いただいているのは実質賃金ですけれども、日本どこにいますか。一番下めり込んでいってるんですよ。この違い何ですか。時給2000円3000円当たり前という先進国、一方で日本は物価が上がれど賃金上がらずということがずっと続いちゃってる。つまりは何かというと、みんなの所得が減ってしまっています。どれぐらい所得が減ってるんですか。国のデータを見てみると、所得の中央値というものを見れば一目瞭然なんです。所得の中央値って所得の真ん中って意味ですよね。高い所得から低い所得全部並べた真ん中の値がどれぐらいこの数十年の間に下がっているかってことを見れば一目瞭然。どれぐらい下がってんの。131万円所得の真ん中が下がってるんです。多くの人々の中で貧困化が進んじゃってるっていう状態。これだけ先進国で貧困化が進んでる国、日本最先頭なんですよね。でご覧いただきたいと思います。コロナが来たから物価高だから苦しいんじゃない、その前から日本は大変な状況にあるというのがこちらです。厚生労働省の調べ、2019年の発表の国民生活基礎調査を見てみると何がわかるか。生活が苦しいと言っている人たちが 54.4%、 これコロナ来る前ですよ。母子世帯、生活が苦しいと言っている人たち 86.7%。 何が言いたいか。コロナが来たから、物価高だからみんな大変だよねっていうのはただの洗脳。その前から国は底が抜けてる、国民生活ガタガタだっていうことを政治が認識しなきゃいけないんだけど、このことにはほとんど目を向けられないってことなんですね。でちなみにこの母子世帯どんな生活をしているかってことを皆さんにちょっと見ていただきます。生活が苦しいと言っていた母子世帯どんな生活か、こちら。何かしらですね、子ども家庭庁なる新しい組織ができたんです。そこで一人親家庭に対しての議論が行われた。そこで使われた資料をもとに話をしていきます。令和新選組代表山本太郎です。こちら。シングルマザーの家庭では現在の暮らし向きについて 98% が苦しい、やや苦しいと回答。お米、主食の米が買えない時があった 65%、 子供の服、靴、買えない時があった 90%、 親の食事を一食抜かす8割。コロナが来る前、物価高が来る前、すでにこのような状況があったってことなんですよ。一方で儲かりまくってる人たちがいます。国民が貧困化している中で儲かってる人たち、どんな人たちですか。大企業です。資本家です。過去10年を遡ってみても毎年過去最高益をマークし続けてるんです。儲かりまくってるんです。つまり何かっつったら、格差は拡大しまくってるってこと。こちら、現預金、大企業現預金どれくらい持っとんねんってことを見てみると、この10年で127兆円増えてるんです。この国に金がないんじゃない、金持ちは大勢いるけれども金持ちからは取らない、これがスタンダードの国になっちゃったってことで、大企業を中心に今お話をしましたけれども、こちら、富裕層ってどれぐらい日本にいるんだろうかってことなんですけれども、フランスのキャップジェミニっていう会社が調べてくれました。世界で2番目に富裕層が多い国が日本なんですよ。富裕層の定義は何ですか。1億円以上のお金を今すぐにでも何かしら投資に振り向けられる人、その人たちが365万人、世界で2番目に多い国が日本。国に金がないんじゃない、金があるところは金は取らずに一般庶民の首を絞めて絞り取り続けているっていう、このざま、こんなことやれば国壊れるに決まってるんですよ。ひどい話ですね。でどうしてこういうことが行われるのかってことなんですけど、全ては選挙です。金と票、これで政策を売り飛ばすということが続けられてきた30年が日本なんですよね。例えばどういうことか。企業にとってのコストはあなた、働くあなたがコストです。
じゃあコストであるあなたを安く使えるようになれば企業は利益が増えます。そこで導入されていったものは何か。1990年から導入されていったのが非正規の拡大、派遣労働者などを含む不安定、景気が悪くなればまず最初に首を切られる、そんな給料が安くて不安定な働き方を広げたことによって企業の収益はさらに上がった。でもその反対側で不安定な状況に追い込まれたのは人々の側。見てみてください。そういう人たちが増えると世の中がどうなっていくかってことが分かるグラフがこちらです。左側1990年、右側2020年。何を表しているか、日本の線グラフ、青い線グラフが右肩上がり、これは非正規労働者が増えていっている様。そしてオレンジのラインは下がり続けてます。どういう意味でしょうか。非正規労働が拡大することによって実質賃金が下がり続けるということが結果として社会に訪れるってことなんです。どうして不安定な労働が増えれば世の中にお金が回らない、実質賃金が低くなっていくかって当たり前のことでしょ。所得を減らす人々が増えれば物が買えなくなる、物を買わなくなる。あなたが物を買わなくなったら社会にお金が回らなくなるんですね。消費が弱れば所得も弱る。誰かの消費は誰かの所得なんですね。簡単にお話します。今私が手元に持っているジュース、フルーツジュース130円です。あなたがこれを買ったとする、誰にお金が渡りますか。あなたが買ったお店、その店員の給料に130円が流れる。それだけじゃとどまらない。この野菜ジュース、フルーツジュースを作る元となったのはフルーツを作っている果樹農家です。果樹農家にもお金が流れる。その果樹農家からフルーツを工場に運ぶドライバーにも給料として分配される。それだけじゃない、工場で働くジュースを作る人たちにも、そしてこの紙パックを作っている労働者たちにもお金が回る。そしてジュースが完成した後、それを売る店舗にまで運ぶドライバーの給料にもなる。つまりは何か、あなたが払った130円は回り回って誰かの所得になっていくっていう当然の話。誰かの消費は誰かの所得になるよ。じゃあ消費が弱ればどうなりますか。所得も弱ります。この30年の日本です。30年不況、30年景気が悪い、30年消費が落ち込み続けた結果、30年みんなの所得も上がらない状態になってしまった。当然の帰結なんですよ。自爆です。国民に対する経済政策です。経済制裁です。こんなバカみたいなことをやり続ける国は日本しかないんですよ。国民いじめて一部の者たちしか浮かばれない社会を拡大してしまった。この状況を変えなきゃダメなんですね。30年国民を貧困化に導いている一方で、一部の者たち、自分たちに組織票と企業献金をくれるって者たちには様々な減税、労働環境の破壊、いろんなものをプレゼントしてきた。そしてその政治家自身たちが裏金を作り、5000万、4000万、3000万、逮捕なし、辞職なし、納税なし、今も飲もうと様々なルール作りに泥棒たちが関わっているっていうのが今の日本の状況です。この状況を何とか変えるためにも皆さんと力を合わせていきたいということで、冒頭5分の、説明と言いましたけど5分軽くオーバーしてしまいました。申し訳ございません。改めましてこんにちは、令和新選組代表山本太郎と申します。暑い中誰かとの待ち合わせ、なかなか待ち人